第一次世界大戦時の一級鉄十字章、1914年章をつけたアドルフ・ヒトラー。一級鉄十字章はプロイセン及びドイツが4度の戦争で制定した軍事功労章であり、最下級の鉄十字章、二級鉄十字章の上位に位置した。4度の戦争のいずれにおいても制定されている。一級鉄十字章は二級鉄十字章と同じ大きさであったが、 二級鉄十字章が章獣により、左胸またはボタンホールに廃用するのに対し、一級鉄十字章にはリボンがなく、サロクに直接廃用した。フリードリ飛行隊使中央に大鉄十字勲章、向かって右上に二級、右下に一級鉄十字勲章を廃用。1813年のナポレオン戦争の際に初めて鉄十字章が制定され、 二級鉄十字章の上位の勲章として定められた。この戦争では670名の軍人が一級鉄十字章に受章した。1870年の不仏戦争の際に再度鉄十字章が制定され、ナポレオン戦争と同様に二級鉄十字章の上位の勲章として定められた。この戦争では1319名の軍人が一級鉄十字章に受章している。 1914年の第一次世界大戦の際にも、サイド鉄十字章が制定され、ナポレオン戦争や、不仏戦争と同様に一級鉄十字章が定められた。しかし、第一次世界大戦は長期化、泥沼化したため、約16万人もの軍人が一級鉄十字章を受章した。1939年の第二次世界大戦の際に、ナチスドイツ政府が、 鉄十字章を再度制定した。この鉄十字章は上から大鉄十字章、騎士鉄十字章、鉄十字章に分類され、鉄十字章には一級鉄十字章と二級鉄十字章の二等級が設けられた。第一次世界大戦時に一級鉄十字章や二級鉄十字章を受章していた者には略称が授与された。第一次世界大戦と同じく長期化。 ドロ化した第二次世界大戦では、約30万人もの軍人が一級鉄十字章を受章している。一級鉄十字章の上位の騎士鉄十字章受章者は、最終的に約7000名にしかならず、第一級鉄十字章と騎士鉄十字章の間に大きな格差があった。そのため、1940年には、鉄十字章と別の軍事勲章として、 ドイツ十字章が制定され、この間を埋める役割を果たすことになった。ドイツ十字章を受けるためには一級鉄十字章または一級先行十字章の受章が必要であった。そして、第二次世界大戦中の先行章は大鉄十字章、騎士鉄十字章、ドイツ十字章、一級鉄十字章、二級鉄十字章の序列となった。 ミリタリーホーセスオブザサードライヒ WW にドイツ軍兵器集、下記、軍装編40ページ。ありがとうございます。